いてみる。ふっと蹴飛ばしたい石ころ輝いてたら顔を見て足跡つけてゆく。出ることができて本当に良かったです。ありがとうございます。今日はそんな時間もたくさんあるわけではないので、とりあえずはあと、とりあえず2曲続けてオリジナル曲を弾いてください。I'm not afraid to die.
見てわかるように私以外3人めちゃめちゃ楽器めちゃめちゃ上手くて、これ誘ってもらったのが2年の夏とかだったんですけど、まさきさんに誘ってもらって、で、なんか曲作ってる時もすごいんですよ。もう本当にポン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 アイデア出してきたりとか、こう起こした方がいいよねって 2,3 分で考えてきて、合わせたらすごい、もうこんな完成だと思って、なんかスタジオとかいつもニヤニヤしてたんですけど本当にこのメンツ、めちゃめちゃ強いメンツでお腹に入ってやらせてもらったの本当に本当に嬉しいです。最後かありがとうございました。本当にこれだけ言いたかったです。なんか1メンバーだけど多分一番クリミネッチのファンだったんで私がめっちゃ好きです。本当にこのバンドありがとうございました。すみません、4年生なんですけれどもね、提言に出させていただいて、このバンドはすごい大好きなんですけど、だからこんなに何回もやっちゃうし、もうなんかメンバーをすごいみんな好き、人間的にもすごい好きだし、なんかすごい緊張してるんだけど、俺なんかじゃないけどめっちゃ緊張したいんだけど、今日なんか最初新刊合宿でミクの演奏を見て天才だと思って帰りのバスで LINE して雲って言って、で集めて、でネッチもね、ネッチ俺お世辞とかじゃなくてこう4年生も全部入れて一番ベースが好きです、ネッチのベースが一番好きって誘ったのよ。はい、トシ君のドラムすごいキレがあって感情的にこう叩くのがすごい好きで、トシ君のドラムすごい好きで、だからみんな好きなすごいいいメンツでできたなと思ってます。まあこれ最後って言うけど、いつかバスじゃなくてもどっかでまたやりたいなと思ってます。ありがとう、本当に。トシさんあんまクリミネッチで喋ってないから、ぜひ最後にちょっと多分クリネッチで声通すの初かな。何喋ろうかな。でもクリミネッチの思い出で言えば、単発じゃなく、俺はトシアスだよ。単発じゃなく固定で今後見据えてやっていくってあれでは、ドラム初めてやったのがクリミネッチだったので、そうなんですよ。ガンバルモンズより一月前にクリミネッチが始まって、で、もう見てわかる通り、ここの前の2人がこの2,3,4,3台で屈指の上物メロディー担当だと思うので、もう誘われた時は
死ぬほど緊張して、でもクリミネッジ本当に他のバンドの5倍ぐらい練習してスタジオ入ってるの毎回怖いんですよね、毎回できてます、俺今日俺めっちゃ怖いんだけど、毎回できてる本当にもういつも怖いんだよもういつも怖いいつも怖いできてるかわかんない、ちょっとなんか足引っ張るってなんでやってる。まあなんかドラム全然好きじゃなかったけど、最初ドラムで楽しくなってきたのはこのバンドかなっていう、てかなんかドラムの自覚が芽生えたのはこのバンドかなって感じなんかベーシストでまた殺したバンドでもあり、ドラムを生んだバンドでもあるんで、そういう意味でも思い入れが深いバンドですね。でまあネッチも言ってたけど、オパスで3人僕がその曲を持ってきて、もうワクワクが止まんない3人のその曲作る人がいるんです。その中の一人がミクちゃんなんで、それをあの一緒だね、一ファンとして曲聴いてました。でもう来年のコールから最強のギターボが残ると思うので、ちょっとみんなあと1年楽しんで、中村ミクを楽しめるのあと1年なんでこれからもオパスと中村ミクよろしくお願いしますちょっとだけ一瞬だけ喋らせてください。クリミネッジは本当に先輩、まあ、2、3、4年で3代組んでるバンドも本当少ないと思うし、ダメだもう話すと泣いちゃうと思ったんですけど、本当に組んでいただいて感謝してます。ちょっとなので最後の曲聴いてください。